にちは、イヤーコーでーす。今日はですね、朝レッスンから始まったんですけれど、早速アイプリンの新しい秋冬のレザーの着ておりますが、どうでしょうか。かわいい。この首元がね、ちょっとクシュクシュなっている、こちらから初めて着させていただきました。で、今日はこれから白鳥のリハーサルがあるんですけれども、新しいレザーの着て頑張っていきたいと思います。で、今日は午後がお休みなので、ちょっと午後どうしようかなという感じで、もしかしたらちょっと旧市街に行こうかなという感じではあるんですけれども、はい、ひとまず白鳥のリハーサルを頑張りたいと思います。それでは新しいバイプレイのレオタードを着て白鳥のリハーサル頑張ってやってみよう。リハーサルはブルーのレオタードで行きます。メロンのやつかわいい。
今2幕のリアクトが終わりました。水色のレオタルで希望を上げて頑張りましたよ。で3幕のリハーサルもあるんですけど、それはブルーのスカートをつけてブルーブルーになってやります。
のリハーサルはいつも大変ですね。まあ、今日ね旧市街に行こうかなとも思ってたんですけど、まあ、ちょっとリハーサルの様子をね今日はしっかり見ていただこうと思いますので、今日この辺りで終わりにしたいと思います。まあ、先シーズンもうこの白鳥最後って言ってたんですけど、結局今回も同じ白鳥をやることにはなったんですけど、まあ、本当に来シーズンからはあの白鳥のバージョンが変わるらしいので、まあ、今回があのリハーサルとかね見てするのは本当に最後になると思いますので、はい、ぜひぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。